吸着地雷とは、モンロー、ノイマン効果によって、装甲を貫通し、打撃を与える、対戦車兵器。磁力によって、敵戦車の装甲に密着させて爆発する。V5 戦車パンターを使って、吸着地雷の使用訓練を行う、国民突撃隊。使用時には、写真のように戦車に肉迫する必要があった。ドイツ国防軍が1942年に採用した。 不評用の対戦車兵器である。成形作薬を内蔵したロート状の本体の先端に木製のブラケットを介して3個の永久磁石が取り付けられている。磁石は成形作薬と目標との最適距離を保つ役割も果たす。使用時には敵戦車の資格を利用して肉薄し、敵戦車に直接取り付ける。 磁石がきちんと敵戦車に吸着したことを確認した。後、摩擦発火式遅延新艦の点火紐を引っ張って、新艦を作動させる。なお、新艦の作動後は直ちに安全圏に対比しなければ、自分が爆発に巻き込まれる危険があった。モンロー、ノイマイン効果を利用しているため 140mm もの装甲板を貫通する行為力を有していた。 しかし、敵戦車に直接肉薄する必要があるため、随伴不評やタンクデサントが近くにいた場合の使用は自殺行為であり、決して使い勝手の良い兵器ではなかった。このため1943年以降の不評の対戦車火器の主力は、同じくモンロー・ノイマン効果を用いてはいるものの投射兵器として、離れた場所から物陰に潜んで戦車を攻撃することが、 可能なパンツァーファウストにとって変わられていき、1944年5月に生産は終了したが、残存していた、吸着地雷はそのまま使用された。ドイツはこの兵器を開発して、以降、敵軍が同種の兵器を使用することを恐れ、自軍の戦車にツインメリットコーティングと呼ばれる、肘生態を塗布することで対抗策とした。 第二次世界大戦の中期以降のドイツ軍戦車の装甲表面がゴツゴツして見えるのは均一に厚く塗ると重くなるのと被弾時の剥離を最小限に抑えるために刻まれたパターンである。しかし実際にドイツ以外の国で開発、使用されたのは同じ数軸国側の日本軍の99、式破工爆雷だけであり、連合側のソビエトやアメリカ、 イギリスがこの兵器を使用しないことが判明したため、ドイツ軍は、チンメリットの塗布を廃止した。実際、不評が、敵戦車に肉薄して取り付ける、必要のある、本兵器は、対戦車兵器としてはほとんど、最後の手段であり、特にバズーカやピアットの実用化に成功した、米英軍では全く用のない代物であったと言える。ありがとうございます。